デザイン取りかけらのケイスケです。本日も YouTube 動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。はい、今日ですね、どんな動画撮ろうかなと思っていろいろ宝石をちょっと見てたら、業者さんからちょっと連絡があってですね、ちょっと頼んでた石が過ぎ上がってきたというね、結構リアルタイムな連絡が来て、でそれがちょうどね、今日ゲットできたので、ちょっとそれをもう先行でちょっとお見せしようかなっていう動画にしてます。はい、まあね、サムネ見てねすぐ分かったと思うんですけど、星の形の石がちょっと出来上がってきました。何種類か出来上がってきたんですけど、この石はおそらく紹介したことなかったんじゃないかなと思ったので、 YouTube で先行みたいな感じでやっちゃおうかなっていうふうに思って、今日ほんとシンプルに、宝石、買えますよって動画、購入いただけますよっていうシンプルな動画ですけど、結構ねほんと可愛いので、ちょっと今日見てくださってる方とりあえずね先行って感じでちょっとね、お見せしたいなと思います。はい、約縦横7ミリサイズの石はですね、クリソプレーズになります。はい、グリーン系のねメノーなんですけど、こういうカラーはクリソプレーズっていう風に呼びます。はい、1650円で69ピースあります。結構あるので、欲しい方はって感じなんですけど、この石結構今横から光当ててるんですけど、正面から当てても可愛いんですけど、裏側からねこういう風に当てるとなんか輝いてて、というか石自体が結構なんかこう光を発してるみたいな、ちょっとねちょっと不思議な感覚で見れるのですごく可愛いです。はい、なんかこの星の形でなんかこう柔らかいイメージになると、なんかこんな感じの雰囲気も全然他の星と違うなって思わせてくれるような、そんな雰囲気になりますね。はい、クリソプレーズ結構優しい色なので結構人気が高い、好きな方これ見て、あ、可愛いなと思った方多いんじゃないでしょうか。で星型もいろいろあってですね、ちょっと今回の星型はぷっくらしてる感じですね、全体的にね、ぷっくらしてる感じ。はい、で大きいです、約縦横7ミリサイズって感じなので、はい、こういう石も石のね宝石の楽しさの一つかなっていうふうに思います。ちょっとライトバンドでしたという、はい、クリソプレーズの星って感じです。はい、でちょっとこれ話別になるんですけど、この宝石のね商品ページの方公開時間とかね下に書いてあるので、気になった方ぜひゲットしてみてください。はい、かなり緩い感じになりましたけど、結構石すりに上がってきてるものとか、前にライブ配信でちょっとお話ししたと思うんですけど、インド人の方たちがこの業界めちゃくちゃ多いんですよ。でそのインド人の方々がもう一斉に帰ってきてます今で、本当にバーッと帰ってきて、その時に一斉に石たちを全部持って帰ってきてるので、今すこぶる在庫状況がいいっていうか、すいませんこっちの話なんですけど、すごく充実した、宝石紹介っていうのがライブとかでめちゃくちゃできると思うので、皆さん楽しみにしていてください。はい、とりあえず次はサンタマリアアフリカーナのアクアを、ライブで紹介しようかなと思ってます。はい、それはね結構すごいので楽しみにしていてください。もう早くライブやりたくてうつうつしてるって感じですね。はい、今回ねこのクリスプレイズは、ここで紹介してライブではもう紹介しないです。この石はほんとはここだけっていう感じなので、気になった方ぜひゲットしてみてください。はい、本日ちょっとねこんな感じでだいぶ緩くなっちゃったんですけど、毎日毎日ね動画更新するので何をやろうかなってすごい悩んでおります。はい、皆さんぜひコメントいただけると嬉しいです。これやってこういう石紹介してみたいのもあったら嬉しいですし、なんかこういう企画やってとか、結構無理難題も全然 OK です。無理だったら無理なのでできたらできるでやるので、ぜひ皆さんコメントいただけたら嬉しいです。はい、ごめんなさい、今日はねこんな感じでせっかく皆さん見に来てくれたのにこんな感じで緩く終わってしまいますが、どうでしょうかっていうか、はい、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。はい、
またね、次回の動画、まあ次明日かな、またで明後日ライブ配信って感じの、楽しみにしていてください。ごめんなさい、今日こんな感じで緩くなっちゃいましたけど、ぜひ欲しい方、ゲットしてみてください。クリスプリーズ、はい、今日はじゃあこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。さよなら。